US ピストイエゼ1921はイタリアのトスカーナ州ピストヤを本拠地とするサッカークラブチームである。2018から19シーズンはセリエ C に所属している。1921年に US ピストイエゼとして創設。1920年代にトップリーグに所属したことはあるが以降は株リーグでの戦いが続いた。1970年代後半。 マルチェロ・メラーニ会長のもと、久々にセリエ B 昇格を果たすと、マルチェロ・リッピラを要して1980から81シーズンにはセリエ A への参戦を果たしたが、わずか1シーズンで降格となった。前後して、メラーニ会長、リッピラの対談で急速にチーム力は低下し、1985から86シーズンにはセリエ C に降格。さらに、 財政問題でチームは破綻。新チーム AC ヌーバピストイエーゼ1988としてアマチュアリーグから再スタートを切った。1990年にチーム名からヌーバを外し AC ヌーバピストイエーゼと改名したチームは1991年にセリエ c に、93年には C1 に復帰。1995から96シーズン。 1999から2000シーズンから3シーズンにわたって、セリエ B にも代籍した。しかし、レガプロプリマディビジオーネに所属した2008から09、シーズン終了後、チームは再び財政危機に陥り、翌シーズンのリーグ戦登録を認められず、2009年8月、US ピストイエーゼ1921として、地域リーグのエッジエレンツから再出発を図ることに、 なった、なしなし、ありがとうございます。